エビ水槽立ち上げます。底面フィルターで、今回は45センチ水槽なんで、カチャッとこんな感じで。エビ水槽にとって一番重要なのは超高性能レイアウト、角度によってこうかな。いやちょっとやり直します。お、切り株スタイルにアスレチック状。このエビ水槽の飼育水を最初に軽き抜きした水、お、偶然にもこっから汚れ、あ、サボテンの骨、だいたい8割ほど入れて水を抜きます。水をできるだけ抜いた後に飼育水、水の透明度結構ありますよ。これぐらいでスイッチオン。ちょっとかぶってますね。しばらく水回してからレイアウト仕上げていきます。透明でもまずまず今のうちにレイアウト仕上げます。これを浮かない対策、モスミクロソリウム、この石たちで このサボテンの骨、これにモス、これでアクアリウム用の瞬間接着剤で濡れてもできるやつ、便利です。バランスよく全部隠すか、ある程度模様表情残すか、雰囲気変わってくると思うんですけど、今回はこんな感じで、こっちは少しこれリシア、これね浮き草なんですけど、うまくアクセントに使えないか。後で浮いてきますけどね、モスに絡み合ってうまい具合になることもある。メイン水槽いい感じで育っています。もう少し立体的に迷彩的な感じかな。うん、面白い。時間経てばね結構良くなりますよ、これうまく育てればね。バランスを見てから、これでもね浮いてきますね。石が足りなかった。これでも
かなりの浮き力。石結構詰めましたよ。それでも浮いてくるけど、流木と一緒で沈めとけば重り置いて沈めとけばそのうち浮いてこなくなると思います。仮にね、重りで対策してみました。どうかな、ちょっとね濁ってきました。ざっくりレイアウトなんでね、ある程度のレイアウト崩れは妥協します。妥協したいと思います。ミクロソリウム、これらも処理して密集させていく。密集させればいいんですよ。これはどこかな。失礼します。ここあと 2,3 個2つこんな感じで、うん、こっちからはこっちにも何かよし、ミクロソリウムでガラッと変わりました。そしてアヌビアスプチナナタッチ結構あります。ここここ違う、これかな、うん、そしてこの穴を利用して、ん、どうかな、透明度上がってからまた微調整します。ここの重りなんかねいい感じですよね。テラリウム風けどさすがに石だったら違和感あるんで1個余ってる。これでボンドか、そしてリシアをあしらって、ちょうどねモスに絡みつくと思います。大丈夫、これ取ったらかな。これで重しまずまずかな。後でね微調整すると思うんですけど、ここら辺もう置くだけでそのうち自然感、ちょうどね水流対策にもなったかもしれない。水の透明度増してから生態導入です。水入れから約1日経ちました。エアレーションして透明度はまずまずです。
水合わせします。一旦水抜きます。こっちのエビたちから隠れた隠れた稚魚がいっぱいいますよ。こっちはこれは無理だな、全部いかないわ。サポートどうやったらいい。これもう水なくなってきてるけど